今回は2020年プロ野球新人選手スライダー回転数のランキングです。私が撮影計測した18人の新人選手の中からトップ10をランキングにしました。概要欄に目次がありますので、お急ぎの方はご活用ください。それでは早速ランキング紹介です。10位は楽天イーグルス、ドラフト3位の鶴崎大成です。回転数は約 2450rpm で MLB 平均並みとなっています。回転軸は進行方向と一致するジャイロ回転に近くなっています。そのため横変化量は少なく、縦に大きく落ちる軌道です。9位は西武ライオンズ、ドラフト3位の松岡幸喜です。回転数は約 2450rpm で MLB 平均並みとなっています。回転軸が進行方向かつ上空方向に傾いているので、一塁側の方向へ変化しながら落ちる軌道となっています。8位は中日ドラゴンズ、ドラフト3位の岡野雄一郎です。回転数は約 2470rpm で MLB 平均並みとなっています。回転軸は進行方向と一致するジャイロ回転に近くなっており、若干上空方向に回転軸が傾いています。そのためわずかに一塁方向に変化しながら縦に落ちる軌道です。7位はヤクルトスワローズ、ドラフト4位の大西洋輝です。回転数は約 2475rpm で MLB 平均並みとなっています。回転軸は進行方向と一致するジャイロ回転に近くなっています。そのためわずかに一塁方向に変化しながら縦に落ちる軌道です。6位はソフトバンクホークス、育成ドラフト2位の大関智久です。回転数は約 2480rpm で MLB 平均並みとなっています。回転軸は進行方向と一致するジャイロ成分がメインとなっていますが、軸の先端が上空方向かつ三塁方向に傾いているので、三塁方向にわずかに変化しながら大きく落ちる軌道となっています。5位は中日ドラゴンズ、ドラフト2位の橋本勇気です。回転数は約 2540rpm で MLB 平均を上回っています。回転軸は進行方向と一致する綺麗なジャイロ回転となっています。そのため横変化量は少なく、落ちる軌道となっています。4位は日本ハム、ドラフト4位の鈴木健矢です。回転数は約 2550rpm で MLB 平均を上回っています。
回転軸は進行方向と一致するジャイロ成分がありながら、軸の先端は上空方向に傾いています。そのため一塁側方向に大きく変化する軌道となっています。3位は楽天イーグルス、ドラフト5位の福森洋馬です。回転数は約 2690rpm で MLB 平均を大きく上回っています。回転軸は進行方向と一致するジャイロ回転となっており、軸の先端は若干上空方向に傾いています。そのためわずかに一塁方向に変化をしながら落ちる軌道となっています。2位はヤクルトスワローズ、ドラフト3位の杉山浩樹です。回転数は約 2740rpm で MLB 平均を大きく上回っています。回転軸は進行方向と一致するジャイロ成分がありながら、軸の先端は上空方向に少し傾いています。そのため一塁側の方向に変化しながら落ちる軌道となっています。1位はヤクルトスワローズ、ドラフト2位の吉田大輝です。回転数は約 2760rpm で MLB 平均を大きく上回っています。回転軸は進行方向と一致するジャイロ成分がありながら、軸の先端は上空方向に傾いています。そのため一塁側の方向に変化しながら落ちる軌道となっています。最後にランキングのまとめです。上位選手となると回転数は MLB 平均を大きく上回っていることがわかります。ただし球質は回転数だけでなく回転軸や縫い目の位置によって微妙に変化してきます。今回の動画でもわかるように選手によって回転の挙動が違うので、一概に回転数が多ければいいという話ではありません。あくまでも目安として参考にしていただけますと幸いです。以上のような動画を投稿していますので、チャンネル登録をしていただけますと嬉しく思います。